先輩待ってください、キャップ外しないじゃないですか。え、でもそのままでよくね。先輩分別してるとこ見たことありますか。先輩一回一緒に見に行きましょうよ。あ、わかった。ここは名古屋市南リサイクルプラザ。ペットボトルと紙バッグの選別施設です。ここには家庭やスーパー、コンビニなどからペットボトルが集められてきます。キャップがついたままであったり、ペットボトル以外のものも多くあります。集められたペットボトルはコンベヤーで2階の作業場へ運ばれていきます。2階では障害を持った人たちが手作業で選別をしています。その際にタバコなどペットボトル以外のものが混じっていることもあります。中には包丁などの刃物が入っていることもあり、作業員にとってとても危険です。そういえばこんなことしてたな。これからは気をつけよう。まずペットボトル以外のものを取り除きます。次に中身が入っているものを出します。そしてキャップがついているものは外され1階へと運ばれていきます。2階で分別されたペットボトルは圧縮されて次の工場へ運ばれていきます。そしてペットボトルはペットフレークになり、その後クリアファイルなどに生まれ変わります。皆さんどうでしたか。これを機に分別について考えてみましょう。